電脳世界からこんにちは、ラッチステーションだ。今日はこちら、ダンカンのスーパーライトニングヨーヨー、ライムライトのご紹介だ。モダンレスポンシブスタイルに最も向いているというその理由を紹介していくぜ。モダンレスポンシブを知っているっていうやつは1分6秒までスキップ。そこまでモダンレスポンシブ 0A に関しての説明が続くぞ。近代ヨーヨーではヨーヨーがスリープ、空転している間に技を続けるってのが定石ってもんだ。だがしかしこの 0A は違う。ヨーヨーを途中で止めてしまうんだ。回転を止めることによってジャイロ効果が生まれない。つまり姿勢が安定するという効果が失われることになる。サイドストリートに外れたはぐれ者、そう言っても差し支えないだろう。実際のところ大会でこのモダンレスポンシブスタイルをやっても点数にはならない。なぜなら現代主流の大会ではヨーヨーの技の要件としてヨーヨーが回転していること、これが必要だから。要するに 0A の0は大会じゃ0点の0、そういうことだ。だがしかし、いやだからこそ魅力があるスタイルになっている。それもまた真実ということだ。さて話を戻すが、ラッチステーションこの YouTube チャンネルではモダンレスポンシブにはこのウィップ、ヨーヨーファクトリーウィップをおすすめしてきた。適度なハイエッジとバタフライ型ボディ、初心者でも糸を捉えやすいモダンレスポンシブの入門には申し分ない一品だ。各言う俺もこいつと一緒に長い夜を何度も明かしたってもんさ。つまり相棒ってこった。ところがどっこい、最近になって頭角を現してきたヨーヨーが一つ、それがこのライムライトだ。ライムライトのモダンレスポンシブにおける良さ、その1、エッジが高いルーピングボディ。フラットなサイドフェイス。ハイパーヨーヨーで言うとウッドバレットにも似ているこの形状が、トマトヨーヨーのストリングを掴んで離さない、情熱的なグリップ力を実現している。この安定感、バタフライシェイプのヨーヨーには出せない代物だ。まずはこれだけでも、ノーマルシェイプ、ひいてはルーピングスタイルのヨーヨーで、モダンレスポンシブをやる理由が分かっていただけただろう。モダンレスポンシブ、この途中で回転を止めてしまうというスタイルの性質上、止まっている時の安定性、これはとても重要だ。普通のジャイロ効果が発生しないこの静止状態でのグリップ力、これを求められるモダンレスポンシブにおいてハイエッジヨーヨー、ひいてはルーピングヨーヨーは最適解の一つと言えるだろう。それではそろそろライムライトを選ぶべき理由2つ目に移ろう。何を隠そう、このライムライト回転中に光る、これが二つ目の理由だ。今思い返せば、光るものってのはいつでも俺たちの心を掴んできた。川辺のホタル、線香花火、夏祭りで買ったおもちゃの剣、どいつもこいつも光ってる。このライムライト、回転時の遠心力によって内部の発光機構がスイッチオン、LED が7色に光る代物だ。だがしかし、それは回転していない時は光が止まる、そういうことを表してもいる。回転と停止を繰り返すモダンレスポンシブというスタイルに最適な性質だと言えるだろう。ライムライトがおすすめな理由3つ目、それはメンテナンスがあんまりいらないことだ。こちらをご覧いただこう。このライムライト、クラシックベアリングにスターバーストレスポンスとストリング交換以外のメンテナンスを必要としないスタイルになっている。カジュアルにヨーヨーをやる上でメンテナンスがいらないというのはかなり大きなメリットの一つと言えるだろう。長々と話しすぎてしまってすまない。とにもかくにもライムライトでモダンレスポンシブ、これが一つの最適解ということは分かっていただけただろうか。ここまで聞いてくれてありがとう。チャンネル登録と高評価を忘れるな。他の動画もチェックしてくれ。それではラッチステーションのラッチだ。また明日。